それからですね、これはもうやってる方多いので見て説明もいらないと思うんですけど、アボカドの種もですね、実は何週間か前からお水に浸してまして、これ自然に割れてきました。でもうそろそろね、発根してくるこの頃かなと思いますので、お水で管理してたんですけれども、土の上にね乗せてあげたいなと思います。